香港の広東オペラの日本初公演が今年9月に福井市で開催されることになりました。これを前に劇団の代表者が準備のため福井を訪れ記者会見を開きました。広東オペラは伝統的な楽器による生演奏の中、役者が歌を交える香港の伝統的な演劇で、2009年にユネスコの無形文化遺産に登録されました。今日は劇団の代表者や出演者が福井市を訪れ記者会見を開きました。劇団のオーナーで脚本家の李巨明さんは、日本の物語を取り入れた内容や華麗な衣装、演奏が見どころ、多くの人に楽しんでもらいたいとアピールしました。福井公演は9月16日にハーモニーホール福井で行われます。取材班が香港に訪れたのは去年の暮れ。目的地は香港北部にある人口80万の都市、ユエンロンです。ここで10年に一度の広東オペラの公演が行われるというんです。高層ビルが立ち並ぶ一角に巨大な特設ステージを発見しました。もともとユエンロンでは子孫繁栄や平和を願い、神に捧げる演劇として広東オペラを始めたそうなんです。1923年から始まり、今回がちょうど10回目。しかも公演の費用は市民からの寄付で賄われているんです。咁喺呢一屆裏面咧，即係2013年咧，原本嘅預算咧就係大概係500萬港幣咁上下。咁但係咧，而家我哋到咗喺募捐到後期嘅時候咧，而家嘅我哋嘅收入咧，即係話募捐到嘅咧係接近700萬咁多嘅。ご覧ください。このように壁一面には協賛者の名前がずらり。広東オペラを待ち望んでいた市民の気持ちの表れでしょうか。突然ですが、ここでクイズです。クイズ。この特設ステージ、実は竹を組んで作られているんですが、はいはい、一体竹を何本使っているでしょうか。皆さんお考えください。何本か。1、2、3、4、5、数えるのね。いや。いや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 、うーちゃんさん かなりすごい、うん、いいよ、はい、5000本5000本いや、もっといきそう、もうちょっと、300? なんか正解は、はい、なんと竹が8万本。そんなに。しかも2ヶ月がかりでこれを組み上げるんです。ステージと客席を遮らないようにするのが腕の見せ所だそうです。すごいですよね、8万本原口さん、300本言うた桁が全然違いますね。公演は5日間。この日の夜もご覧の通り大盛況。皆さんに見どころを聞いてみました。どういうところが広東オペラの魅力ですか。好多歌好聽啊！睇佢嘅講下唱做啦，嚟啊！睇嗰啲即係嗰啲咩去做手嗰啲做手啊！我睇咗粵劇20年，支持蓋明輝，蓋明輝做得好好。佢做個角色係做得好真，即係做翻嗰個角色出嚟，每一套戲都係。広東オペラはこうした熱狂的なファンの皆さんに支えられているんですね。この日も用意された2000席はあっという間に埋め尽くされてしまいました。およそ3時間の公演、まさに体力勝負なんです。
分权势，则天位论国事。香港の人たちにとっては単なる娯楽以上の存在、それが広東オペラです。あの歌なんですね、やっぱりオペラっていうだけあって、うん、そうなんですよ、うん、あのファンの方なんですけど、うん、日本で例えると、うん、歌舞伎やあとは宝塚の、はあ、なるほど、そういう意味で、そうなんです、もう本当に向こうでは人気なんだそうですよ、うん、見てみたいですね、うん、20年来のファンという方もいらっしゃってますね、はい、もうコアなファンの方もいらっしゃるんです、ね、うん、みんな心待ちにしてるわけですね、うん、そうなんです。さてコマーシャルの後は福井公演にやってくる広東オペラ劇団のすごい魅力に迫ります、うん、今回福井にやってくる広東オペラの劇団というのがこちら、香港の2つの劇団による主催公演となっていて、中でも繊細ティンギ劇団は4年前に設立されたばかりなんですが、うん、はいはい、オーナーの積極的な投資で有名スターを起用し、一気に香港トップクラスの劇団となりました。その人気劇団が福井でどんな舞台を見せてくれるのか、うん、今回の見どころを3つのポイントにまとめました。 VTR どうぞ。見逃せない福井公演、一つ目は名物オーナーの脚本がすごい。繊細ティンギ劇団の名物オーナーといえば、李桂民さん。元は映画の脚本家として活躍し、風水師としても中国全土で名前が知られる異色の経歴の持ち主なんです。劇団への投資はもちろん、オーナー自ら脚本も手掛けます。これまでに書き下ろした舞台はすでに10本。北京や上海はもちろん、シンガポールの海外公演でも成功を収めました。そんな李さんが福井公演で披露するのがこちら。見逃せない福井公演、2つ目は芸術的な舞台演出がすごい。こちらは劇団が主に活動する劇場、新興議員。どんな舞台演出があるのか担当者に話を聞きました。こちらは総支配人を務めるユンハイさん。サービス満点のお出迎えです。すごいね、かわいい。この劇場、もともとは映画館だったそうですが、現在は広東オペラ用に改修、年間200日以上公演しています。はい、因为这里全部我们是用现场的音乐的Life band。 ここであのやっぱりカントンニースオペラのために作ったあのライフバンドなんです。使用する楽器はなんと40種類以上。その音色が舞台を一層盛り上げてくれます。そして演出に欠かせない舞台装置にもすごいところが。お、通常ね、我哋布景唔系净系一幅噶，粤剧咧就好多元化噶，起码即系譬如粤剧有六场咧，有六场布景都唔同嘅。而家我哋仲加埋啲燈光嘅配合咧，同埋啲 laser 嗰啲雷射咧，加埋落去配合埋，係多元化咗好多。見逃せない福井公演，最後は香港のトップスターがすごい。啊，今次咧最主要兩個主角就係呢個男主角同埋女主角。咁呢個其實唔係男仔嚟嘅喎，呢個女仔嚟嘅。等於從中一樣，佢哋真係女扮男裝嘅。但係喺香港咧，就最而家係最 top 嘅，最受歡迎嘅。所有 fans 咧，最中意咧就係睇男主角嘅，尤其是女觀眾。香港では知らない人はいないと言われるジョイスさん、広東オペラ界が誇るスターです。一流の音楽家の元で磨いた力強い歌声と品格のある立ち振る舞いがトップであり続ける理由です。海外公演を含めた舞台経験も豊富で、福井でも素晴らしい演技を披露してくれるでしょう。仲有咧，我哋同福井縣嘅朋友打個招呼啦。咁我哋粵劇界戲曲能夠有機會嚟到日本演出，而且演出你哋真如親王嘅日本故事，咁我哋覺得好榮幸、好開心。希望大家做一個文化交流，到時見啦，拜拜。本当だったら香港に行かないと見られないものが福井で見られる、これはもう見逃せません。さて気になる公演情報をお伝えします。
関東オペラ福井公演は9月16日火曜日、福井市のハーモニーホール福井で行われます。座席は6000円と8000円の2種類あります。チケットの販売は今月中旬頃からの予定となっています。詳しいチケットのお問い合わせはチケットピア専用サイト、もしくは0570-02-9999までお願いします。